高瀬人氏は、日本のジャーナリスト。日本電波ニュース社報道部長を経て、報道制作会社人ネット前代表。1953年、山形県南陽市生まれ。早稲田大学大学院法学研究科博士課程を中退し、1982年に日本電波ニュース社入社。バンコク、マニラで特派員を経験。主に、アジア各地の、 反政府ゲリラ支配地も取材の経験があるので、麻薬売買、武器密輸、密航などアジアの裏社会事情にも精通している。フィリピン囚人の臓器売買疑惑をスクープしたために、ガンマンから狙われるなど危険な取材も多々経験している。1994年に同社報道部長、退職前に北朝鮮による日本人拉致問題について、 スタッフと共に取材したレポートを、娘を返せ息子を返せ北朝鮮拉致事件の真相として発行。1998年12月、株式会社人ネットを設立し社長となり、日本電波ニュース社を退社。現地取材や、調査報道、ノンフィクション番組の制作を行う。テレビ朝日、サンデープロジェクトなど報道番組への出演も続けた。 2020年2月末、業績悪化により人ネットの事業を停止。同年6月10日、人ネットは東京地方裁判所から破産開始決定を受けた。高瀬は元より日本電波ニュース社時代のスタッフは、たびたび拉致事案について現地に赴き、貴重な証言や拉致の証言の裏付けを行っている。1997年2月、 当選2回の新進党議員、西村慎吾が衆議院予算委員会で、横田めぐみをはじめとする拉致問題を中心に質問した。兵本達吉の努力によって、日本共産党議員が参議院予算委員会で質問して、以来、9年半ぶりの国会質問であった。西村の質問は、大きな反響を呼び、産経新聞とあえらは、 横田めぐみの実名と写真入りで報じた。高瀬は、ソウルに飛び、北朝鮮元工作員で脱北した安脇信に、横田めぐみに関する報道記事を見せたところ、この女性を見たことがあると証言。これは、大スクープとなり、北朝鮮による拉致が立証され、拉致問題の全容解明に党を開いた。横田めぐみに関しては、高瀬はさらに当時の関係者の証言や、 元工作員の証言の裏付けを行っている。これについて、高瀬は、元工作員らが、日本側の高額な報酬を求めるあまり、過剰なリップサービスに走る、可能性もあり、信憑性を確立させる必要があったからだとしている。当初、横田めぐみの拉致については、姿を見られたために拉致されたという遭遇拉致説が、主だった。 しかし家族が、恵みはしつけられた子で、一人であんなぐらい時間に海へ行くなんて考えられないと話していたこと。また当時の新潟県警の関係者も、海岸警備の厳しい新潟県だからこそ、そこで拉致されて、すぐに運ばれたのではなく、侵入ポイントなど別の場所から運ばれた可能性を示唆するなど、疑問点も多かった。高瀬はここに着目し、 新潟市の拉致現場に赴むいた。拉致現場が海岸ではないこと、当日日中から現場近くの広い範囲にわたって、不審な車や人物が目撃されていたという証言を得た。これをもとに偶発的な拉致ではなく、ターゲットを絞っていた中で下校途中の横田めぐみが狙われた可能性が高く、遭遇拉致ではないと確信したという。 高瀬は、著書の中で、あらかじめ袋を用意していれば、拉致した地点で、被害者を袋に入れるという面倒な行動をしなければ、ならず、遭遇拉致の前提も崩れてしまうと述べている。現在では、遭遇ではなく自宅近くで待ち伏せされ、若い女性という対象に基づき実行された拉致である、可能性が高いと考えられている。また、1978年に発生した。 レバノン人女性拉致事件では、スタッフと共に、レバノンに赴き、被害者との接触に成功する。当時地元の商社に勤務していた被害者は最初は、北朝鮮関係者が来たと思ったらしく、不安を隠さなかったという。名刺を渡されて、相手が、日本のメディアとわかっても受け取る手が震えていたと、高瀬は記憶している。彼女は、その件について、取材に来たのは、 あなた方が初めてですと話している。事件以来20年以上経ってもその傷が癒えていない女性たちとの取材は困難を極め、芋づる式に次々と証言を得られるという狙いは外れた。しかし被害者のうち一人が現在も北朝鮮に在住しているという情報を掴む。この被害者がアメリカ兵と結婚し、ピョニアンで生活している情報を掴んだ高瀬らは 韓国に駐在しているアメリカ兵の可能性が高いと考え、越国したアメリカ兵についての情報を探した。その結果、1960年から1965年にかけて4人のアメリカ兵が北朝鮮に逃亡したリストを入手した。この4人の中には、後に拉致被害者である、蘇我瞳と結婚するチャールズ・ジェンキンスも含まれていた。 レバノンから拉致された女性の一人が韓国から逃亡したアメリカ兵と結婚し今も北朝鮮で暮らしているというこの取材の結果は高瀬とスタッフの懸命な調査で初めて明らかになった高瀬自身も著書の後書きにて他の追随を許さなかったと評しているありがとうございます